アレルヤ、ホサンナ聖火隊の賛美、感謝いたします。また、ハイプチバ賛美チームの賛美にも心から感謝いたします。今日は宗教改革の日であります。マルティン・ルターが宗教改革を成して、このプロテスタントが始まった日であります。その日を記念する手術なんですけれども、人類の歴史を見ると、神様を しっかりと信じ,る信じていた時代もありましたけれども神様から離れていく時代もありました途中にですね預言者を送ったりまたいろいろな人を使って神様との,その距離が遠くなった時に近づくことができるようにしてくださいました ルターは聖書に戻ろうと聖書に戻ること御言葉に戻ることが神様との関係の回復の始まりであると語ったわけです御言葉は神様でありますその御言葉がこの世に来られたのがイエス・キリストですよねそのイエス・キリストに出会ってから1500年後ですカトリックの教会がもう腐敗してしまいました そして宗教改革が起こったわけです。もう一度聖書に戻ろうと。それが、えー、行われてから500年経っているわけです。今、この地にある教会がどれほど神様と共に歩み、また聖書に基づいて暮らしているのか、私たちには改革が必要がないのか、えー、まず私たち自身が、えー、見ていかなければいけません。 私たちが教会に来てこのように御言葉を聞きますけれども月曜日また社会生活を始めると御言葉を忘れてしまいますよね私たちは毎日毎日カメラの焦点を合わせるように毎日神様と共に歩んでいるのか神様に焦点を合わせて歩んでいるのかを見なければいけないということです昔のカメラはいちいちフォーカスを合わせなければいけませんでしたよねフォーカスが 合わなければ写真に写真が鮮明に映し出されません。私たちも同じように信仰生活が鮮明なフォーカスのあった信仰生活を信仰生活をしているのか、またそれともぼやけたそういう信仰生活をしているのか、自分自身を振り返りながらあいまなければいけないということです。今日私は忘れていた出会いという題名で見言葉を語りたいと思います。忘れていた出会い。 救済シリーズ第2巻の題名なんですけれどもこの第2巻が出版された時にドラマのタイトルですかと言った人もいます英語では forgotten encounter と言いますね英語ではもっと小説のタイトルのような気もしますそれで英語の本では題名を変えました松明の契約という えー、そういう名前に書いて出版されたんですけれどもこの本の内容が松明の契約の内容ですからそれに合わせて出版しましたじゃあなぜこの忘れていた出会いとしたのかというとですねなぜ忘れていた出会いと,か出会いとは当たったのか神様と出会っていたその出会いを忘れて失ってしまっているからです 今私たちは教会に来て礼拝を捧げていますから神様を覚えていますね。しかし月曜日から土曜日までどれほど神様のことを思いながら暮らすでしょうか。1週間全く忘れているそういう暮らしなのか私たち自身をしっかりと点検しなければいけません。神様が私たちに与えてくださったプレゼントの一つが記憶力です。 人間は堕落したためその記憶力が完璧ではないわけですよね覚えなければいけないことを覚えることはできず記憶する必要もないことを記憶しているわけです私もまだ若いですけれども昔は記憶力が良いと考えてたんですけれども最近はいつも忘れてしまうわけですねどこにいても 何を取りに行ったんんだけと、えー、忘れるんですね人は必ず記憶しなければいけないことを早く忘れてしまうそういう習慣があるのかもしれません例えば金魚を見るとですねこれは科学的な事実なのかどうか分かりませんけれども金魚は3秒間の記憶力だと言います3秒すれば例えば記憶が失うそうです 1, 1、2、3とすると忘れるんですね。ですからそういう小さな水槽の中でも感謝するそうです。ここ新しいよ、ここ新しいよと,ここい,よといつも新しいわけですね。ですから金魚のその記憶力、3秒という記憶力は祝福なわけです。しかし像を見てください、動物の像。像は決して忘れないといいます。 私たちも他人の罪については金魚のように忘れてしまう。あの人が何かやってたっけと。えー、?3 秒間、そういう記憶を持って許すことができる人にならなければいけません。また神様の恵みに対しては象のように永遠に忘れることなく最後まで記憶する。そういう恵みに感謝する。 歩みをなさなければいけないということを私たちは悟らなければいけません堕落した人間は多くのものを失っています御言葉も忘れてしまい約束された契約もまた神様の恵みと愛もすべて忘れて暮らすわけですそれが神様との出会いが失われているからなんですねそれが堕落した人間の姿なわけです 今日の本文を見ると「昔イニシエ」を覚えなさいと語っています。この昔「昔イニシエ」という神明期32章7節のこの「えー、昔イニシエ」というものは何かというと神様の創造の見業から旧約から新約世の終わりまで、えー、全てを表しています。アダムからイエス・キリストまでまた弟子たちの働きまで 聖書に記録されていますよねそれ全体が、えー、昔古なわけです。それを覚えなさいと語っています。私たちは昔その,たその当時の場所にいませんでしたよね。なのにどうやって私たちは記憶することができますかしかし神様はそれを記憶しなさいと語っています。それはどういうことかというと神様は人類のすべてを一つとしているわけです。 聖書に記録されている内容が人類のこの全体集団の集団を一つとして見ているわけです。なぜならば、新明期29章14節から15節を見ると神様はイスラエルの人々と契約を結ばれました。私はたただあなた方のと だけこの契約と呪いの誓いとを結ぶのではない。今日ここで私たちの神、主の前に私たちと共に立っているものならびに今日ここに私たちと共にいないものに対しても結ぶのであると語っていますね。まだ生まれてきていない数千年後の私たちと共に契約を結んだと語っているわけです。ですからこの聖書の御言葉は 信じているものすべて、すべての信徒に該当する内容であるということです。その立場にあったその歴史の昔話ではなくて、今私たちに与えられている契約なわけです。それを覚えれば、その約束が私たちのものとなると聖書は語っているわけですね。ですから、昔を覚えなさいと語っているわけです。第1テサロニケ2章13節を見ると書いてますね。 2章13節を見るとこの神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですと語っていますね当時その場所にいなくてもそれを信じれば私たちのものになるということですですから私たちはこの聖書をしっかりと読んで学んで悟らなければいけませんその見言葉を悟って覚えながらあ,あこういう約束を神様くださったんだということを信じて歩めば その御言葉が私たちに成就するということを語っています。また2番目に、世々の年を思えと語っていますね。ヨヨの年を思えと今日の本文に書かれています。世々の年というのは何かというと、すべての救済士の働き、その中にある世代ごとに与えられる出来事、その出来事の関係と、また年代。 その状況とまたその中にある内容をしっかりと悟らなければいけないということです。詳しく悟らなければいけないと。ですから過去の話だというのだけではなくなぜ過去にこのようなことが起こったのかその理由と状況とその結果についてしっかりと学ばなければいけないということなんですね。例えばイスラエルの人々がエジプトの中に入って430年。 暮らしまししししたた奴隷として暮らしたわけですしかし時が来た時に救いの時が来た時にエジプトから出されたわけですね時が来た時に神様はどうやってされ出されたかというと神様は見業を行われたわけですただモーセに行って、えー、連れてこいと言ったわけではないんですね聖書を見ると首都、えー、行伝7章178節に神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って アブラハムに神様は約束されました。エジプトに行ってそこから出てきてまたこの地に来ると数百年前にアブラハムに語られたわけです。その時が近づくに従ってまず民をエジプトの中に増え広がるようにされましたね。そしてエジプトの王がその増えていく民族を見て恐れたわけです。そして虐待させました。 神様がその全ての状況を作られたわけですね。虐待することによってイスラエルの人々が苦しいから神様に祈り始めたわけです。それが出エジプト記2章23節から25節になります。それから何年もたってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は漏液に埋めきかわい,喚いた。彼らの漏液の叫びは神に届いたと。 神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム・イサク・ヤコブとの契約を思い起こされたと。神はイスラエル人をご覧になった。数百年前にこのように行うということをあらかじめ約束されて定められたわけです。こうやって救ってあげると。数百年間それを覚えておられて、その時が近づいた時にその状況を作って、 神様が導かれたわけです。では、これがただ単なる昔話ではありません。今も同じだということです。私たちの個人の状況の中にあっても、神様は私たちをこのように導かれているということを聖書は語っているわけです。皆さん考えてみてください。余裕の年を思ってください。私たちの人生を振り返ってみてください。神様が私たちをどのように導かれたのか。 私も何回か言いましたけれども朝目を覚ましてから、えー、太陽が昇りますよね地球が回りながらそういう、えー、人間が暮らすにふさわしい状況をこの世に与えてくださいましたそれを毎朝私たちはいつも受け入れるわけですしかし信じない人はただ偶然的に太陽が昇り地球が回り 偶然このような万物がでできたと考えるわけですしかしその偶然ということはどれほどの確率だと思いますか毎朝宝くじが当たるよりももっと大きな確率なわけです。地球がその回りながら太陽とのそういう距離をしっかりと置いてまた月が星が地球に落ちないことも全てが神様は 調節されているわけです朝ごとに私たちは宝くじを受けるのと同じです。宝くじが当たるのと同じなわけですね。そういう複雑な状況を今、神様は手につかんで全てを設理されているわけです。宇宙だけではなく私たち個人の歩みもそうなんです。皆さんが今ここにニューヨークのこのエバグリーン協会に来ていますけれども。 私たちは今このように礼拝を捧げることができるように全ての状況を作ってくださったわけです。神様が導いて皆さんをこのようにえ集わせてくださったということを皆さん考えてみてください。人の考えでは決して計算することはできません。例えば私が牧師になったのもどう,どう,などうやってなりましたかある天道師が牧師になったらどうと言われました。20代の時に。 いや私は嫌でですすと言ったんですね2番目に元牢先生が語られました「お前牧師になりなさいと」とその前ではえ怖いから「はい」と言いましたねしかしいつもえ数年間え逃,げ逃げ回っていたんですねそうしていろいろな状況を作られるわけです体も痛くなったり病気になってまた祈る中で答えは何ですかあなたが牧師になると言ったきながらやらなかったでしょうと 私はそうやってそういう恵みの中でこのように牧師になったわけです。神様は各自自由意志を与えながらもその状況を作り上げて神様の御心のまま私たちを導いてくださっているわけです。各個人の自由意志は決して神様は手を出されません。しかしか 私たちのその状況をすべて作り上げて私たちを導いてくださるわけです。それが喜びの状況でもあれば、また苦痛の状況であるかもしれません。病気になったり苦しみや悲しみがあるかもしれません。しかし、そのすべてが神様からえ与えられる状況であって、それがすべて善になると、良くなると語っているわけです。それが神様の救いの働きです。皆さん。 皆さんここに集っている方々は移民してきた人々ですね。どうやってアメリカに、えー、移民してきましたか皆さん。皆さんも証しのそういうものがある話があると思うんですけれども私は移民する必要もなかったんですけれども、えー、私の、えー、12歳上の兄がいます兄が。その兄が80年代にですね、えー 大学に行ってデモをしていたんですけれどもでお父さんが新聞を見てえ自分の息子のですねデモしている姿が新聞に載っていたそうですそれと驚いてまあその他にもいろいろなことがあったんですけれども理由があったんですけれどもえそういうこともあって移民にしてきたと言います。 韓国にいたたはは私は仏教でしたもしかしたら私も韓国にそのままいたならば仏教になっていたかもしれませんけれどもえ皆さんえ空港に誰が迎えに来てくれるかによってえ皆さんの進路が変わってくるとよく言いますよね牧師先生が来たら牧師先生に従って教会に行ったり また洗濯のクリーニングする人に,人,が人に出会うならばクリーニングの仕事を持ったりとかいろいろなそういう、えー、移民の働きが多くあると思うんですけれどもそういう全てのその出来事が偶然でしょうか決してそうではありません聖書には偶然なものはないと語っています全てが神様からあらかじめ、えー 定められた計画された歴史なわけです。働きなわけですね。神様が全てを導いて、今ここに、えー、皆さんが集うことができるように導かれているということを信じてください。神様は今も生きて私たちを導いてくださるわけです。私たちの暮らしを、えー、導いてくださっています。しかし、そのような神様を私たちは忘れてしては。 忘れててしまってはいいけけないわけですよね新命記4章30節から31節を見るとこう語っていますね。あなたの苦しみのうちにあってこれらすべてのことが後の日にあなた方に望むならあなたはあなたの神主に立ち返り御声に聞き従うのであると語っていますね。 神様は苦しみを下さるわけです。その理由があるということです。31節にあなたの神、主は憐れみ深い神であるからあなたを捨てずあなたを滅ぼさずあなたの先祖たちに誓った契約を忘れないと語っていますね。これを覚えておられるからこそ私たちを導いてくださることこわけなんですね。伝道の書7章14節にも記録されています。 殉教の日には喜び、逆境の,の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためであると語っていますね。良い日もあれば、また悪い日もあるということです。神様が導いてくださる、そういう導きの中にあるということです。ですから、そういう日に私たちは深く考えてみなければいけないわけです。しかし私たちの神様は、 私たちを捨てる方ではありません。イザヤ63章9節を見てください。彼らが苦しむ時にはいつも主を主も苦しみと。ご自身の誓いが彼らを救ったと語っていますね。ダニエルの友達たち3人が苦難を受ける時にも神様がそこにおられました。 その愛と哀れれによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負いたいてこられたと語っていますね。昔を覚えなさいと。そのようなことを覚えておりなさいと語りながら、10節を見ると、しかし彼らは逆らいと語っていますね。神様が導いてくださって、すべてを良く,くなるように導かれたにもかかわらず、結局、 彼らは神様を捨てたわけです。逆らったわけです。その結果、主の聖なる御霊をいませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らを戦われたと語っていますね。忘れて、神様から離れたために、神様をた敵となり戦われたわけです。そして、十一節に、主の民はイニシエモーセの日を思い出したと語っていますね。同じ単語です。イニシエモーセの日を思い出した。 昔の日々を覚えなさいと語ってますけれども、その古のモーのの日を思い出して、羊の群れの牧者たちと共に彼らを海から伸ばせた方はどこにおられるのかと、神様を探し始めたわけです。それが神様の働きです。堕落した人間はですね、忘れてしまうわけです。ですから忘れてしまった出会いなわけですね。神様はすべてを導いてくださったにもかかわらず、 感謝をせずにまた忘れるわけです。傲慢になるわけです。また鞭を打って苦難に合わせて神様を探させるわけです。どれほど感謝でしょうか、皆さん。聖書ではうまくいっている成功の時にも神様を覚えなさいと語っています。神明期発祥中8章18節を見るとあなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためであると語っていますね。富を築き上げる力も神様がくださるということです。ですから皆さん成功する時にもっと神様を覚えてください。神様が祝福してくださったために全てがうまくいくんだなということを覚えなければいけないということです。このように覚える人は神様から必ず また記憶してくださる祝福があります。まず最初に神様が私たちが神様を覚えなければいけません。2番目は神様が私たちを覚えてくださらなければいけません。神様が私たちを覚えてくださらなければ、私たちは決して成功することはできません。しかし神様が覚えてくだされるものとなれば、すべてが益となります。万事が益となります。 創世8章1節を見ると神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とこを心に留めておられたと語っていますノアとその箱舟の中にあるすべての動物を覚えられたわけですそして神様が地の上に風を吹きす,がすきさせると水は引き始めたと語っていますね 審判の中でも選ばれたそのノアそのノアの家族を覚えておられたわけですそしてその地にある全ての水を引き始めるように働かれたわけです今日は雨が降らないから洪水を、えー、心配することがないと考えないでくださいこの洪水というものは罪の水であります 罪の水が、えー、溢れてしまうとそこから出ることはできません。溺れてしまいます。自分の思い通りに出ることはできないわけです。罪が私たちをしっかりとつかめばですね、したくなくてもするようになってしまいます。コントロールできないわけです。罪によって満ちてくるわけです。罪を犯したくなくても犯さなければいけないようになってしまうわけですね。 しかし神様が私たちを覚えてくださるならば、その罪に飲み込まれないように私たちを救ってくださることを意味しているわけです。首都パウロもローマ書7章20節に語っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のちに住む罪であると語っています。罪の力が強いため、どうもこうもできないわけですね。ですから、このような状況の中にあるときに、 神様に祈らなけければいけませんまた、横にいる人は鳥なしの祈りをして、その洪水の罪、罪の洪水に溺れることがないように、私たちはしっかりと掴んでいかなければいけないわけです。溺れている人。民数記10章9節を見ても、またあなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らすと。 語っていますね、あなた方があなた方の神、主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためであると語っています。私たちの敵は誰ですかサタンであります。罪であります。その罪と敵と争う時には、まずラッパを短く吹き鳴らさなければいけないと語っています。このラッパというのは聖書では、御言葉を意味します。神様の前に、えー 祈らなければいけないんですけれども、御言葉にかなって、御言葉に従って祈らなければいけないということです。19世紀に有名な、えー、ジョージ・ミューラーという、えー、イギリス人がいたんですけれども、えー、孤児の父という名前がありました。えー、孤児を助けて、えー 支援した人なんですけれども祈りの答えが早く与えられるということで有名な先生でしたその先生は祈る前にその祈りに対する聖書の御言葉を探したそうですこのような約束があるのかどうなのかそれをまず先に調べたそうですそしてその箇所を見つけたらその箇所を聖書の御言葉をつかんで祈ったそうですそのの時に祈りの答ええが与えられたと そういった証ししたことを聞いたことがあります。イスラエルも苦しんでいたときにどうやって祈りましたかアブラハムとイサクとヤコブに与えられた約束を覚えて私たちを助けてくださいと祈りましたね。そのときに神様はその約束を覚えて助けてくださいました。私たちも同じように何か祈る課題があるときには例えば罪の 誘惑があったり、またいろいろな問題があるときには、神様の御言葉をしっかりと掴んで祈らなければいけません。そうするときに祈りの答えが与えられるわけです。皆さん、洪水に溺れているときに、助けてくださいと簡単に小さ,く小さな声で言いますか、どうか私を助けてくださいと叫ぶでしょう。神様は私たちを覚えて、私たちのすべての 民を救ってくださる方であります。アブラハムも同じですね。創世紀19章29節を見ると、神がアブラハムを覚えておられた、それでロトが住んでいた町々を滅ぼされたとき、神はロトをその破壊の中から逃れさせたと語っていますね。創世紀19章29節に、アブラハムを覚えてロトをその中から 救いい出されたと語っています私たちの家族も私たちの旦那、妻、子供たち、神様の前に祈ればですね、私たちの祈りを聞いて私たちを覚えて、その家族までも救ってくださる恵みがあるわけです。エマオに下っていった弟子たちのことを覚えていますよね。イエス様が十字架にかけられてから弟子たちは逃げていきました。その中の中 一人の名前がクレオパという名前でしたね。今後に下っていた人の中の一人がクレオパでした。皆さん、クレオパという弟子、十二弟子ではありません。ただの弟子なんですけれども、なぜイエス様はアンデレア、またピリピなど、12弟子ではなく、なぜクレオパという人に、 イエス様が会いに行かれたのでしょうかルカ24章13節にありますよねちょうどこの日二人の弟子がエルサレムから11キロメートルあまり離れたエマオという村に行く途中であったと語っていますイエス様はメシアだと思ったのに十字架にかけられたから間違っていたんだなとそうやって言いながらエマオに下っていたわけですよね その18節を見ると、クレオパという人が答えていたと語っています。クレオパという名前が出てきますね。このクレオパという名前、なぜこの人の前に神イエス様が現れたのでしょうか。その答えがどこにあるかというと、ヨハネ19書25節にあります。イエス・キリストの十字架のそばに5人いましたよね。女4人と死とヨハネがいました。その1人,の1人が、 このクレオパの妻であるマリアがいました。ヨハネ,ではヨハネの書にはクローパと書いていますけれども、そのマリア、最後までイエス・キリストのそばにいた人でした。夫はですね、逃げていってるわけです。エマオに向かってですね。しかし、妻はイエス・キリストの十字架の下に最後まで残って信仰を守り抜いているわけです。 救い主であるにもかかわらず、こうやって十字架にかけられてはどうするんですかと。しかし、最後まで信じ続けたわけです。その心に何があったでしょうか旦那と、または子供たちのために祈ったでしょう。その結果、イエス様はそのクレオパに向かってで会いに行かれたわけです。どれほど感謝ですか、皆さん。私たちを覚えて、信じない人たち、 そういう人たちも救ってくださるという意味ではありません。しかし、恵みを与えて、御言葉を悟らせてくださいました。信じることができる道を開いてくださったわけです。その結果、またエルサレムに戻ることができたわけですよね。そういう機会をくださるわけです。私たちの家族なんですね。どれほど感謝な出来事でしょうか私たちもしっかりと信じなければいけません。私たちが信じれば、一生懸命祈れば、 私たちの家庭をもまた責任を持ってくださるということを信じてください。また最後にコルネリオという人がいました。その人は、えー、施しと祈りを覚えられた方です。首都行伝十章三十一節を見ると、コルネリオよと。あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられていると語っています。このコルネリオは違法人でした。 しかし多くの人に施したわけです。それが神様に覚えられて祝福を受けたわけです。ペテロが最高の弟子ですよね。そのペテロをその人に送ったわけです。コルネリオにそして、個人の聖書の学びもして、この家庭がすべて救いを受けました。イエス様も、マタイ25章34節を見ると、 最後のさばきの時に羊とヤギを右と左に分けて右には救いを左には呪いを置きましたここ35節から36節を見るとあなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え私が乾いていた時に私に飲ませ私が旅人であった時に私に宿を貸したと語っていますね 右側にいた救い,の救いを受けた人に私がいつしましたかとあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げたりしたことはありませんと言いましたけれども40節にすると誠にあなた方に告げますとあなた方がこれらの私の兄弟たちしかししかも最も小さい者たちに一人したのは私にしたのですと語っています主に対して直接しなくてもですねその種の兄弟たち 最も小さい者たちに行ったことは私にしたのであると。イエス・キリストに対してしたことと認めてくださるということです。コルネリオはその結果、多くの祝福を得て救いを受けました。神様から覚えられる恵みを受けたわけです。私たちも今、コルネリオの名前をえー使ってですね、コルネリオ宣教会という 名前の宣教会を建てました教会の人であったりまた他の人であ,りあってもですね宣教のためにまた困っている人のために支援しまた施すそういう活動をしていきたいとして建て上げましたこの救済士の御言葉福音が全世界に伝えられていくことができるように建てたものであります 今回ヨーロッパに選挙活動に行きましたけれども多くの信徒の方が伝道してくださってその,あその献金をしてくださってその献金を持ってまた選挙活動をして帰ってきましたしかし私たちが一つ覚えなければいけないのはイエス様がマタリ6章にこうやって語られていますね人に見せるために人前で善行を行いしないように気をつけなさい そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから、施しをするときには人に褒められたくて、街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですと。右の手のしていることを左手の知られないようにしなさい。施しが隠されているからですと語っていますね。 隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに迎えてくれると語っています。報いてくれると。この、えー、御言葉を、えー、基本のものとしてですね、このコルネリオ宣教会がもっと多くの宣教活動、また施しをすることができるような活動の拠点となることを願います。神様が覚えてくだされば全て解決されます。元老木先生も 語られましたよね自分の子供たち24時間どうやって監視するんだと。しかし、神様が覚えてくれれば全てがよくなると。神様から覚えられる、そういう皆さんとなることを、主のをもって祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。今日も、恵みを与えてくださり、主の前に来て、礼拝を捧げ、御言葉を通して、また覚えてくださる恵みと祝福を与えてくださり、感謝いたします。毎日、毎日。 いつも神様を覚えて歩む信徒となることができるよう導いてください。また、主を覚えながら歩むときに神様が私たちと共に私たちの家族と共におられ、また覚えてくださり、どこに行くにしても何をするにしてもすべてが神様の前に善となる祝福を与えられるよう導いてください。恵み,と恵みによって共におられることを信じてイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン